ただいまより、行徳第2アクエリアスハイツ2階の内覧動画を撮影したいと思います。まずこちら玄関でございます。はい、玄関の、下足入れです。そしてこちらがいきなり、LDK 約11.5畳になります。こちらは真ん中に LDK がある、手前に LDK があるタイプの間取りです。で、こちらがキッチンでございます。はい、食洗機がついております。で、こちらはリフォーム一部されておりますので比較的きれいです。浄水器はついておりません。続きまして洗面の方いきます。こちらは洗面の、化粧台が正面にある洗面室です。こちらに洗濯機置き場があって、こちらに、トイレが、洗面室の中にトイレがある形ですね。はい、で、こちらが浴室になります。大きさはちょっと狭めのスペースです。続きまして、こちら LDK の方には、サイドバルコニーがあります。すぐ近くに、通る方がいるのでカーテンは必要だと思います。続いて、こちら洋室で約6.4畳のバルコニー側の洋室になります。収納スペースはたっぷりあります。はい、で、続きましてこちらは6.3畳の、洋室になります。こちらにも収納スペースがたっぷりあります。最後にこちらから、バルコニーに向けられます。はい、日当たりは良好です。2階なので眺望はこんなもんだと思います。はい、以上でございます。こちらの物件は、ペット飼育家マンションというのと、あとリフォーム物件、あとは角部屋、南西角部屋ということで、バルコニーが2つある、そして日当たり良好、通風良好というのが特徴だと思います。以上です。内覧動画を終了したいと思います。ありがとうございました。